こんにちはー、仲間でたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。投稿採用隠しステージです。3月24日にツイッターでいただいたコースなんですが、ここ、とても難しいんでやってみてくださいって書いてあったんですけど、投稿採用隠しコースなんですよ。なんでそれをやってもらいたかったのかさっぱりわからないんですが、まあやっていきましょう。最初から最後までとにかく投稿採用隠しだらけです。まず1個目これね。で、上にね、よいしょ、上にジュゲムがいるんで、ちびっこだとここ突破していくのがかなりきついんです。ただこれででっかくなったことで1回2回こうやって当てられるじゃん。これでだいぶ楽になるかな。本来だったらプロペラ使ってもっと楽に行きたいんですけど、やっぱりこうなっちゃうんですよ。どうしても本当に厄介これ。ああ、取れなかった。まあ、投稿者用隠し使えば、なんとか突破はできるか、って感じですかね。ただ、このプロペラ使わないと確かに難しいのは間違いないっすね。うわぁ。早くもプロペラ捉えたか。でっかい状態だと、大丈夫かな。よし。入れましたね。まずは第一段階。はい。はい、落ち。ここら辺に隠しがあります。スターゲット。まあまあまあ、ほとんど投稿性を隠しでできてるコースですよ。もう中身は分かっちゃってるんで、ガンガン晒していきますね。あー、ミスったな。ここにあるんすよ。投稿性を隠しが。ここだっけ？あった。そう、このクランを使いたい。オッケー。プロペラ状態保持します。アップデー。今持ってかれたと思った。ここら辺にあるんだよな。どこだ？あった。はい。やっといけた。本当もうこのコースやだ。これひどいよね。だってさ、投稿者用隠し見つけてさえあんだけ前半難しいんだぜ。はい、でここら辺も隠しがあります。探してます。今、はい、見つけ。これはこれは取らないとむしろ突破できないようになってます。ここちびっこじゃ絶対突破できません。絶対無理です。あともう一個隠しでファイヤーもあったんですけど、そっちでもいいと思います。あ、これあれだな、ちびっこじゃないと多分ダメだな。ここら辺も下降りるとアウトになってます。しまった。そのままか。さあ、じゃあ気持ち切り替えてやっていきましょう。バウザーリターンズ。切り替えろっつっても結構厳しいもんがある。でも言うて厳しいもんはかなりありますね。なんかすんごい精神的に来てる今。投稿者用隠し使ってさ、あんなに難しいコースなんてほとんどないからね。あのさ、バブルがさ、ランダムすぎるんだよな。ゆえにだよね。おっと、飛行船ステージになるのか。これ倒さなきゃダメですね。あ、もしかして、あ、そういうわけじゃないんだ。勢いの問題なのかな。あー、さっきはなんで急に回転止めたんだろうね。あぶねえ、死んだと思った今、さすがに。あ、これ左下積むぞ。あぶねえ。よーく見て。これは踏んでいけ？あ、違うね。あ、踏まないと上に行けねえんだ。あ、よく見たらちっちゃな船になってんすね、これね。え、なんかあった。
よいしょ。危ねえ、一回しか行けないじゃん。でもまあ、砲台使えば行けたか。なんか出てくるな。なるほど。高さは調節できる。けど結構難しいかも。どんどん下に下げることもできるし、上に上げることもできるし。あ、ブネ今落ちたと思った。よかったー。はい。さあ、バウザーリターンズだからな。勝負ですか。そうですか。了解した。あ、でも突っ込むぞ今回。来た、勝ったー。オッケー。二つ目クリア。ハードだなー。なんか精神攻撃を受けたから、こういうコースでもすごくなんかしんどい。心がすごいしんどい。はい、こちらもツイッターでいただいたステージです。3月25日、全自動、3回遊べる全自動、半自動ってことですか？ Y 横。じゃあ一つだけ見せて、残りの二つは皆さんにっていう形にしましょうか。おうおうおう。おうおうおう。お、上に上がった。あ、入れるのね。すごい。当たらなくて。あ、取られた。けど被り直した。うわ、これすげえな。これどうすんの？あ、いけるようになった。すげえ。かぶり直し、先に進み、進み、あー、入れんだそれ。いけるようになり、あれ詰まったね。あ、詰まりましたね。あ、なるほど。靴じゃなくなって一気にいけるようになるのか。またかぶって上に行って、パウで。あ、いや、道ができるわけではないか。土管入ります。落とされて、これはゴールかな？オッケー。30秒スプランか。これ取ってジャンプですね。1、2、1、2、3段ジャンプ。 OK。 いやー、はい、ノリッパーノリッパーノリッパー。終わった伝っちゃったよ。あ、でも大丈夫か。おー、なんとかなりましたね。スピンかな。いやー、実に厄介ですね。実に悪魔的なステージ。悪魔スピラン。悪魔スピラン。2、3段ジャンプからの連続スピン。気持ちいいね。連続スピンはすごい気持ちいい。2、3段ジャンプ。くるん。オッケー。ターン、スピン、ゴー。投げて。どこに繋がってるこれ。オッケー。なるほどね。あれは多分当たり判定あるんだろうな。あるね、あるね。上から降ってくるから。オッケー。じゃあこれやって終わりましょう。ヨッシーとお散歩。楽しそうなコースだね。うわ、むずそう。まあでも、踏ん張れるからね。そう考えたらまあそんなに難しくはないかなって感じはするけど、これは一回降りないとダメか。こんな感じ。あー、ダメだね。これじゃちょっと足りないですね。よいしょ。オッケー、道ができましたね。
雑食プレイ、雑食プレイ、雑食プレイ。あ、まだ復活のチャンスは確かにある。よし、オッケー、強引だけどまだ T ヨシザルスムチャクッパスを諦めるわけにはいかない。オッケー、テレスは食えねえんだよな。よかったね、 T ヨシ連れてこなかったら結構やばかったでしょこれ。上から？ああ、そうか、これはこれはだね、こうですね。 T ヨシをとりあえず置いておいて P ちゃんゲット C の、あ、OK、迎えに行こう。おし、お散歩お散歩。おお、復活した。オッケー、雑食プレイ、雑食プレイ。ぶっ壊しいの、一回降りいの、道作りいの。ウェーイ。これは踏みいの、上に上がりいの。はい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 、そのまま行けます。土管入りいの、ボス戦、せっかくなんで全部倒そう。ゴールだ。おぶれおぶれ、うー、お疲れ様でした。うわー、やばい、筋肉痛が。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。